平田吉種平田吉種から九百三十七年二月二十五日は、明治から昭和前期の地主、実業家、政治家、貴族院多額納税者議員、旧姓北、武前国兎群、後の大分県宇佐群薬官村で、北鉄重労の次男として生まれた。国崎群、草地村の汎用者で官学を収め、同志社へ学校、札幌農学校を経て、 東京専門学校で学んだ。1891年下下群上井村の祖宝家、平高須の養子となり、1899年家督を相続した。家業の農業を営む。道路、橋梁の整備に寄付を行い、水田の開墾矢場系の観光開発を行うなど、地域の発展に尽力した。その他、武前銀行取締役となり、 1927年から1935年まで、ヤバ系鉄道社長を務めた。また1900年、白井村長に就任。1902年から死去するまで村会議員に在任。1907年から大分県会議員に3期在任し、県会議長も務めた。1925年、貴族院多額の税者議員に、誤選され、 同年9月29日から1932年9月28日まで在任した。在任中は同性会に所属した。ありがとうございます。